ブラッド・ピット登壇の前説をやったんですよ。公開プレミアみたいなのあって、はい、まあ、それの前説に行ってきてな、はい、もう自分の生涯の有名人、生涯見た有名人の中でやっぱダントツ1位になるやん、うん、ブラッド・ピットなんて。そうやね、見たことないでしょブラッド・ピット。マジでブラッド・ピットっすから。あの自分の想像のブラッド・ピットでいいです、はい、だから俺やったらあの503エドウィンの、うん、あの風呂場でこうやってブラシでやってる、はい、あのまんま。いやそうっすよ、あのまんまやったよ、あのまんま。だ僕はマダム・タッソーで原寸大のあのろう人形を見たんですけど、マジであれが動いてる思いました。登場の仕方がやっぱかっこよかったな。あんなね車の降り方したことない。あのね、うん、プロデューサーとかブーンガシャー降りました、降りてこのままこうやって手振りながらこうやってこうやって、そんな感じこうなんですよ、うんね、うん、でこう野獣馬とか追って、うん、でもブラッド・ピットは、うん、こうバンって車止めて、ここ行かんとまずこの裏側の野じ馬に対処がうわーみたいな、もうイベント関係ない、こうパーティションで仕切られてる裏側の人がいるんですよ。でもこんなんなって全員がブワーってなって、体育館ぐらいのでかさのステージなんですけど、もう入り口と体育館の端っこ一緒ぐらいのテンションでわーって言ってましたから、このここのやつもここのやつもブラッド・ピットやみたいな、すごかった。めちゃくちゃで、そのセキュリティがもうエグすぎて、はい、俺写真撮ってツイッターにアップしようと思ったんですよ。で、なんかアイコンにしちゃおうかなと思ってたんですけど、まずついて楽屋ついた瞬間バーって担当の人が来て、まずこれあの約束なんですけど、あのブラッド・ピットとかにあの多分喋れないですみたいな、で喋りかけないでください、あとこれだけ守ってほしいのが、ブラッド・ピットが近くに来たらもう携帯をいじらないでください、その写真を撮っただろうとか揉めるので撮らないでくださいって言われて、あそんななんやと思って、で客とかにもアナウンスして、あの写真は撮ってもいいけど自撮りモードにはしないでくださいって、こうやって自分とブラッド・ピットを写り込むっていうのやめてくださいって、めちゃくちゃ限界大変やと思って、ちょっとぐらい喋れると思ったんやで楽屋行ってな、だもうほんま天井ぐらい高いパテーションあって、もうどんな様子かも覗かれへん。お茶とかも僕らは常温ですよもちろん。もうブラピはなんかもうガラスのザルみたいなのに氷ワシャワシャ入って、でもそこに炭酸水シャッシャッって、あのブラあのあるじゃないですか、お祭りみたいな感じ のそう、あの ラムネみたいなお祭りの、もっとええやつのラムネみたいな感じのね、はい、氷もちゃんとあの買ったやつの氷みたいな、すごいめちゃくちゃ良かったよな。すごいっす、あれはほんまに。